ちは。こんにちは。さあ、あのね、はい、阪神は自滅の刃というふうに、まあ、ちょっと言われて、巷では言われてまして、で今度は、同じ関西地区の、関西ばっかりやな、元気ないんですよ。関西元気ないな。関西といえばオリックス。 その中でも今 AJ を救いたいっていうね。なんで、誰が救いたいの。いや、そのオリックスファンっていうか、もうみんな野球ファン、みんなじゃないですか。いや、だけどさ、俺あのメジャーのバリバリが来たっつってさ、はい、まあ、サッカーで言えばさ、スペインのイニエスタなんか素晴らしいよ。でもやっぱりバリバリだからさ、だもう来てもう勝つ、それと双璧だと思った AJ は、はい、何あの趣味。いや、びっくりこいだよ。びっくりこいだ。いや、あれはいかんやろ。いや、ちょっとそうですよね。いや、あれだったらもう DH にしちゃった方がいい。そして DH になっちゃいました。なっちゃったよ。なっちゃいました。いや、あれはちょっとね。で、走れないな。はい。そのあ、どうなったの。何があったの。いや、本当何があったんですか。いや、俺が聞きに行きたいぐらいだよ。AJ に実際にですよね。いやいや、メジャーだったんでしょ、みたいな。いや、そうですね。だから舐めてんのかな。舐めてるっていうことはないよな。でも、だって近年まで、あの守備のね、賞とかも取ってましたし。いや、そうそうそう。いや、なんかすごく動きが悪かったね。いや、びっくりしました。なんかどっか故障しながら出てんの。どっか痛めてるとか。いや、わかんないけど。でもゲームには出てるからさ。まあそうですね。まあそんな泣き言言ってたらメジャーでは通用しないからね。いや、だからびっくり、やっぱりびっくりしたというか、あれ西武戦だったと思うんですけれども、あれ金子選手のライト前ヒット、一塁にいたんですよ、走者が。その一塁走者がライト前ヒットでホームに帰ってくるっていう、うん、いや、だからもうみんなもう AJ の前に打とう、 AJ の前に打とう、そしたらシングルヒットかセカンド、いや、ね、もうね、ヒットゾーンが広がってるよ、あそこの土地は。あそこの土地は土地変えたいぐらいだよ。いや、そうなっちゃいますよね。いや、ほんとほんと。だからどうしちゃったんだろう。まあ、どうしちゃったんだろうって、 AJ を救いたいって言ったって、自分のやる気がないとさ。で、あれだけもう動けないっていうことになってくると、はい、ちょっと困るよね。ただバッティングはね、徐々に、はい、あの上がってくるかなっていう、はい、あのメジャーの選手ってマックスから入らないんだよね、うん、徐々にこう上げていってっていうようなことをやるんだけど、はい、だからバッティングの方はまあそれでも打つのかなっていう感じはするけどね。ですよね。ただそので AJ が、DH に入ったことで、今度ロドリゲス選手がまあ位置についたことで、こう選手の配置がまたガラッと変わって、いや、いろいろ変わってるよ。で、ティオカダ選手が、レフトかな、外野に行って、ね、その試合ちょっとミスが出ちゃったりとか。いや、ミスだらけだもん。なっちゃいますよね。いや、そんで胸なんてサードやってるからね。俺さ、胸で、内野できるのみたいな。いや、だからもう選手たち大変ですよ。いや、大変っていうかさまあそれ大変だしさティー岡田なんか一番一時期打ってたからね。一番打ってます、はいはいはい。それは怖いだろっていう話はするけどさ、はい、いや、ティー岡田一番でいいのかみたいな。そうですよ。いや、選手はいないわけではないんだろうけどさ、うんうんうん、なんかここも瞑想に入ってるよね。で、スクイズやったらさ、そうです、ファールって言われて、 でも抗議に、抗議に、はい、来たけどダメでした。ダメだよね。いや、だからやることなすこと全てダメみたいなさ。いや、だから AJ を救いたい、うん、AJ 救ってる場合じゃないよね。もうチームを救いたい。いや、ただその AJ はやっぱ存在感はあるよね、はい、だからもう救いたいとか、うん、でも一生懸命やんないとさ、うん、やっぱ言葉の説得力が出てこないんだよね、はい、チームを引っ張ってほしいんだけどさ、うん、ああいう怠慢なプレーで、よ、みんな今日は頑張ろうぜって、全てに全力だって言いながら、はい、あの守備全力かって言われるとさ、はい、なんか言葉に説得力もなくなるしさ、本当はなんかこうリーダーとして引っ張ってほしいっていうこともあるんだろうけど、うん、まあ DH があってよかったな。これずっと DH で使い続ける感じになりそうですか。またその守備、いや、守備にはもう使えないでしょ。でも一変する可能性があるからね。どっか故障してたとか、はい、それを発表してなくて隠しながらやらしてたとか、はい、まあ、そういうことはたまにあるんだよね、うん、だからまあ、あれが、あの動きがベストだと思いたくないよね。ですよね。で、あとみんな途中でも帰っちゃうんじゃないかぐらいまでファンは言っていて、もしかすると AJ が、うん、まあ、帰っても金あるからな、まあ、そうもらってます、まあ、4億の契約でしょ、はい、オリックスと。これ帰ってもいいんですか。
契約して、いやまあどういう契約になってるか分かんないけどさ、はい、いやもうそんな金いらないよって言うかも分かんない、守ってるからもう。チームに馴染めてるんですかね、どうなんですか選手間で。いや俺は馴染めてるとは思うよ、馴染めてるとは思うけど、はい、なんかこうオリックスって旗目から見るとバラバラ感が半端ないじゃない、うん、はい、そうだからですか、うん、バラバラ感が半端ないですか。いや俺バラバラ感に見えるいやいや本当ですか。そんな見えない、いや、まあ、仲のいい選手っていうのはいるかもわかんないけど、チームのまとまりという意味でってことですか。だからリーダーが誰なんだっていうこと。誰がリーダーになればいいんですかね。まあ吉田正尚だろうね。だからまあ若手のリーダーって言えばもう吉田って、うん、お前がチームを何とかしろ、うん、まとめろみたいな、うん、いうことをまあはっきり言った方がいいじゃないとお前これ企画風大変だぞお前。いや本当に、いや本当そうですよね。いや本当本当、まあただいい選手はいる本当に、はい、うん、一人一人をこう切り取っていけばいい選手はいる、うん、それをいかにまとめるか、この力っていうのはやっぱ監督であり首脳陣であり、うん、またその選手の中に立ち上がるリーダーだったり、うん、そうすれば、はい、そんなに俺は弱いチームではないと思う。そうですよね、うん、個々に能力のある選手たちたくさん集まってますからね、オリックス。ただ変なことする。変なこと、うん、まあいろいろミスが出る。あ、ミスとか、うん、はい、うん、だからやっぱ、やっぱ今年でもペナントレースが始まって、はい、上位下位にもう分かれつつあるけどさ、やっぱ低迷してるところ、低迷っていうか下位にいる B チーム、うん、これをこう見ていくとやっぱ変なミスが多いよね。うん、笑っちゃうような感じのなんでここでとか、なんでみたいな、うん、まあ例えばさ1、2塁で両方タッチアップしてんのに、はい、サードランナーがタッチアップしても、うん、その間に合わないサードにダイレクトに投げちゃうとかね、はい、そしたらこの1塁ランナーもセカンド行っちゃう、はい、その後タイムリーヒットで2点入っちゃうみたいな、はい、だからおかしなことは起きてるんだよ、だから低迷するんだよ。そうですね、いや つまりチームでの連携というか何かそのまとまり感がないっていうこと、うん、だからそれがオリックスには特に感じるという、はい、まあ、しっかりした野球を教えていかないとね、今なんかこう打つことがすごく、はい、なんていうんですか、クローズアップされて2番最強説だとかっていろいろ言われてるけど、はい、いやそうじゃなくてやっぱりしっかりした細かい野球を言っていかないと、うん、やっぱいい選手がいても強いチームにはならないよ。そうですよね、逆に言えばちょっと B 級クラスの選手がいても、はい、本当に野球がしっかりしていれば必ず上に行く。今なぜかというとやっぱ隙が多い野球にもなってるもんね。あ、はい、いや本当本当細かいことまで言わないから。でもやっぱり勝負事ってやっぱ一滴の水も漏らさないようなそういうこう体制を整えておけば、はい、そんなに負けることはないよ。だからそこまで細かく指示ができるか、はい、指導ができるか、まあ、そういうところにかかってると思う。ちょっと改めてじゃあ AJ を救いたい、そしてオリックスを救いたいというこの動画の内容だったんですけど、うん、オリックスはここから、まあ、パ・リーグは2位までに入ればいいので、うん、どうでしょうか2位までにここから巻き返して。エースが故障したんだろう、はい、辛いよな。でスタートダッシュに失敗、はい、ドイツカード6連戦みたいな、はい、そこで6連敗してるんだからね、はい、これなかなか厳しいよ。なかなか厳しいですか。なかなか厳しいけど、はい、まだ諦める時期ではない。これ何月になったらもう無理だなって思います。いやいや、あの何月というよりもゲーム差だよね。あ、そうですね、うんうん、ゲーム差が、ね、だから2位までに6ゲーム離れるとこれは結構厳しいよ。オリックス離れてるから首位と一時期7ゲーム差っていうのが、いやだからもう厳しいよ。もうだからもう崖っぷちってことですよね。崖っぷち。もうこっから同一カード逆に6連勝とかもう逆に12連勝ぐらいしていく気持ちでいかないと。いやそれはもちろんそうだよ。どこもしたいよでもできない、まあ、一勝するのが難しいから低迷してるわけだから、うん、はい、そんな6連勝とか12連勝とか考えられないよ今の。もうとにかく今日の一勝っていうところ、まあだからもうあの
一戦必勝だよね、はい、だから6連戦をここは5割でいいとか、うん、ここは一つの勝ち越しをしたいとか、はい、ね、ここは向こうが調子いいから一つのマイナスでいいとか、うん、そんな考えてる余裕はない、うん、もう一戦必勝でいかないと、はい、もうとりあえず5割に戻すまではね、そうですね、まあ頑張ってほしいよね、はい、はい、ぜひ頑張ってください、はい。